両シチリア王女、マリア・インマクラータ晩年のマリア・インマクラータ大公妃、マリア・インマクラータ・クレメンティーナ・ホンネア・ペルズ・イチリエンは、南イタリアのブルボン・シチリア家の王女。イタリア語名は、マリア・インマコラータ・クレメンティーナ・ディ・ボルボイ・コールドゥエ、シチリエ。ハプスブルクトスカーナ家のカール・ザルバトール大公に化した。両シチリア王・フェルディナンド・2世と、 その二番目の妻のオーストリア大公女マリーア・テレジアの間の次女として生まれた。家族からは、ペキッパの愛称で呼ばれた。1860年、千人隊の侵略により、両シチリア王国が崩壊すると、家族と一緒に、教皇ピウス旧世に保護され、ローマのクイリナーレ宮殿に住んだ。1861年9月19日に、ローマにおいて、 トスカーナ大公レオポルド2世の次男で、オーストリア帝国の陸軍士官だったカール・ザルバトールと結婚した。夫の実家も1859年に支配者の座を失っており、夫妻は双方とも亡命王族の身分だった。翌1862年には姉のマリア・アンヌンツェアータが、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世の弟、カール・ルートヴィヒ大公と結婚した。 マリア・インマクラータは美人として有名で、彼女の写真は、フランツ・ヨーゼフ・一世の妻で美容グルの、皇后エリーザベト・イン・バイ・エルンの美人写真帳に収められていた。また、フランツ・ヨーゼフ・一世は多産なマリア・インマクラータが子供を出産するたびに、真珠のネックレスを贈呈したが、彼女は計10人もの子供を設けた。このため、皇后エリザベトは、カール・ザルバトル一家を、 真珠鳥と皮に食った。1890年、次男、フランツ・ザルバトールが皇帝夫妻の末娘、マリー・バレリー大皇女と結婚したことで、一家と提出との結びつきは強まった。1899年に死去し、カプツィーナー納骨堂内のフェルディナント納骨堂に埋葬された。この納骨堂には彼女に先立って亡くなった夫、そして5人の子供たちも葬られていた。 夫ッカールザルバトールとの間に5男5女、計10人の子女を設けた。ウィキメディア・コモンズには、マリア・アマキュラタフ・フォンネイプル・ジッチリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。